リヒテンベルクはドイツ連邦共和国バイエルン州オーバーフランケン行政管区法フ軍に属する市でリヒテンベルク行政共同体の本部所在地この市はリヒテンベルク上市と接しているリヒテンベルクはゼルビッツ渓谷上の山間部高地に位置するこの市はフランケンバルト自然公園に属している本市は公式には8つの地区からなるこのうち 堀立農場などを除く集落は首有のリヒテンベルクのみである。リヒテンベルク城の歴史は814年にまで遡る。12世紀になるとメラニエン公がこれを新築、拡張した。1248年に町と城はオーラミュンデハクに遺産相続された。1337年にリヒテンベルクは初めて文献に登場し、 都市権を有していたことが証明されている。中世後期から1792年まで氏は、公園ツレルン家のブランデンブルクバイロイト選定綱領に属した。1792年にリヒテンベルクは、バイロイト選定綱領と共に、プロイセン王国の支配下に入った。1807年のティルジットの和訳で、プロイセン王国は、バイロイト選定綱領をフランスに手放した。 1810年、リヒテンベルクを含むバイロイト選定綱領は、最終的に、バイエルン王国のものとなった。リヒテンベルクには、オーバーフランケンを代表する、国際的な音楽教育施設、ハウス・マルトーがある。ここでは1年中マスタークラスが実施されている。毎年9月に、上市で、リヒテンベルク城愛好家が中世祭りを開催する。リヒテンベルクの南部にフランケンバルトコがある。 この湖のあぜにあるレクリエーションセンターは多彩な休暇施設を用意している。屋外レストランのある遊泳場、風呂と食事、多目的ホール、キャンプ場、休暇村などがある。ありがとうございます。